山本鉄之城海江3年7月21日は幕末の武士、剣術家、水術家、忌名は旧安、後に久しき、良気。文化9年、笠間藩士、山本豪衛門の次男として、日立国笠間で生まれる。父、豪衛門は、水戸藩士の子で笠間藩の山本家に養子入りした。豪衛門は、鈴木六郎治より、 唯真一刀流剣術を久能源十郎より島村流水術を学び後に剣術では藩校の後部官の師範代、水術では島村流師範となった鉄の城は洋将より父から剣術と水術を学んだ藩校後部官が設立されると後部官で鈴木重内と杉浦よそべより唯真一刀流剣術を学ぶ 文政十二年、中古賞として出資。天保十二年、水戸藩で、藩校、行動館が開設され、鉄の城が招かれて試合を行った。結果は鉄の城が、水戸藩側の剣士全員に勝った。この結果を、水戸藩主、徳川成明は称賛し、鉄の城に、鬼鉄の名を与えたという。翌天保十三年、水戸藩士、金子剣士郎らが、 前年の雪辱を果たしに、笠間に来た。鉄の城はその時、水戸藩で、いとこの看病をしていたが、知らせを聞いて笠間に戻り、健史郎との試合に臨んだ。結果は、鉄の城が十本勝負で七本勝ったという。試合中、健史郎はサンド市内を叩き落とされたという。この時期、山本鉄の城と村上渡は、笠間の剣術の双壁として並び称されており、 三戸藩から剣術家が何度も訪れ、鉄の城や渡るに試合を挑んだが勝てなかったという。天保14年8月、鈴木十内より、唯意心一刀流の改定を受け、同年11月に30国を与えられ、藩校の剣術師範代となった。鉄の城は、笠間藩だけでなく、三戸藩にもたびたび赴いて、剣術を指導したので、三戸藩主、徳川成明より立ちを送られている。 また、鉄の城の門人は、笠間藩、水戸藩だけでなく、他藩からも入門する者もおり、日向の延岡藩より入門した者もいた。高下2年、島村流水術の指南免状を受ける。嘉永3年、水術師藩となるが、同年7月21日に39歳で死去する。弟子に、笠間奴の異名で呼ばれた、井瀬虎之助がいる。ありがとうございます。